わざわざチャンネル始まりました。今日はね、久しぶりにこのね、レンガバッグからね、お伝えしようかなと思ってますね。まあ、このレンガバッグといえばね、まあ、わざわざチャンネルフリークの方ならすぐピンとくると思うんですが、今日は久しぶりに格闘技の振り返りをね、していこうと思うんですけど、今週土曜日、ワンでね、スーパーボーン対チンギス・アラゾフのね、タイトルマッチがね、行われましたね。2回流れてたんだよね、スーパーボーンがチャンピオンでね、はい、まあ、アラゾフとやるって言われてたけど、まあ、コロナか何だか分かんないけど、はい、ちょっと体調不良でね、流れていた中で、まあね、こうスーパーボーン絶好調だからね、ここまでのアラゾフ戦前の戦績は12連勝中だからね、はい、しかもその12連勝中の相手がさ、グレゴリアン、ペトロシアン、シティチャイだからね、うん、今世界最強なんじゃないかっていうね。そうですよね、うん、あのペトロシアンを KO したハイキックなんてさ、時代が変わったなと思ったもんね、はい、あのペトロシアンがこんな倒され方するっていうようなさ、倒され方してさ、しばらくスーパーボーンの時代なのかなと思ったけど、まあ見てびっくりしたね、この試合ね。2人がこうリングというケージに入ってきてさ、まあ、中央で向かった瞬間、まあアラゾフの体の絞れ方、完成具合がすごいね。で、俺思ったのがこのさ、脇腹の横の腸腰筋、はい、これボコッと出てんのよ、はい、俺もあるじゃん、ここの筋肉、はい、この筋肉強いとこう下半身からのさ、はい、こうパワーを上半身に伝達したりさ、やっぱこう蹴ってるとすごいつくんだよね。で、足を上げるときにさ、使う筋肉だからさ、うん、だからなんかさ、ああいうこう足を上げてなんかいきなり変なこう空手みたいなさ、ちょっと変則的な蹴りも多分あるぞ、蹴れるんじゃないのかなっていうね。でもまあね、始まってね、始まってすぐよ、左のこう縦の曲げりみたいなのからこう左のハイキックにね、変えてった空手のような蹴りから入ってったよね。まっすぐ前、左の足を前蹴りのように出してこういったからね、うん、まあ、あれもよくこうスーパーボーンもブロックしたなっていうね、うん、ちょっと当たってたかな、ちょっと当たってたか分からないけど、まあでも一応腕の上からだったけど、あれで普通の選手だったら倒されてもおかしくないぐらいのね、うん、あれ日本の K-1 出た時ああいう距離で結構倒されてたよ。あ、そうですか。確か、うん、あとパンチも早いね、パンチの連打が早いし、懐深いし、伸びてくるし、あとスイッチもするしさ、まあなんかとやりにくい選手だよね、対戦相手となった場合、あのスーパーボーンが蹴っていけなかったもんね。あのペトロシアンとかとやった時だってバンバン蹴ってたじゃない、左ミドル、はい、あとグレゴリアンなんてやった時も、はいはい、で グレゴリアンって圧力やった時はさ、グレゴリアンの圧力がめちゃくちゃ強かったのよ、うん、それにもでもうまく対応できてたんだけど、チンギス・アラゾフの圧力にはちょっと対応できてないような感じしたね、うん、アラゾフもさ、本当に戦績見てもさ、最近負けたのが2021年10月にエンリコ・ケイル判定負け、はい、そこの間はちょっと不明だったんですよ、うん、調べてもなかなか出てこなかったんですけど、うん、ここ最近は3連勝ですかね、うん、増してたって感じです。ただ本当にまあ K-1 の時からさ、決勝で木戸と試合した時に、うん、試合終わった後に木戸に話聞いたらさ、チンギスの蹴りってなんかこ重いのかなっていう感じがしたのね。なんかこうちょっと変わった戦い方、マトリックスのような、今までの格闘技の選手と違うような、こうここまで蹴っててここから軌道を変えるとか、そういう今までにないタイプの選手だったわけ。やりにくいはやりにくいけど、パワーあんのかな、あの蹴りっていうふうに思って、軌道にどうだった、蹴りとか強いのあの選手って言ったら、めちゃくちゃ痛いですって軌道が言ってたからさ、パワーもめちゃくちゃあるだよね、うん、懐深くてスイッチしてね、変則的な蹴りで、まあやりにくいよね、うん、まあ、1ラウンド終わった時点で、まあ俺はまあ完全にアラゾフのラウンドだなっていうふうに思ったんだけど、うん、で2ラウンド始まってさ、はい、2ラウンドこう結構パンチでいったわけよ、はい、パンチがさ、ワンツーとワンツーを混ぜるの、ね、ワンツーのフックとワンツーのストレートでほぼ同じ軌道でいくわけよ。で、それでストレート入ってスーパーボーンダウン取られて、その後も2回ダウン取られて、はい、まあ、KO 勝ちしたんだけど、
まああれ見にくいんだろうね、同じ軌道だから。ポン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 っていう、ね、似てるでしょ。はい、ポンポンっていう。あと右ストレート見えてなかったね。あとはスーパーボーンからしても思ったより伸びてくんだろうね、うん、ここまで伸びてくるみたいな、うんうん、っていうのがあって、こう右ストレートにあのできてないまま倒されたかなっていうね、まあ、そんな試合だったね、うん、まあ強いね、はい、70キロ、なんか新しい選手がどん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 出てくるよね、うん、ペトロシアンが出てきた時もさ、誰がこれに勝てんだよっていう感じだったのよ、はい、うん、そのペトロシアンもさ、左のミドルから同じ軌道で左のハイにやってさ、うんうん、はい、スーパーボーンが KO してさ、あの時めちゃめちゃ強かったですよね、うん、ペトロシアン、なんか別にいいとこなかったよね、はい、すげえ蹴りだなと思って、うんうん、スーパーボーンの太ももとかめちゃくちゃ太いからさ、うんうん、ああ蹴り重いんだろうなと思ってたけど、まあ、これはしばらくスーパーボーンの時代なのかなと思いきやね、アラゾフにね完璧に倒されたからね、うん、この倒され方したらスーパーボーン次やっても勝てる気しないと思う、ちょっとやりたくないんじゃない、うん、怖いと思うよ、うん、でアラゾフまだ29歳でしょ、はい、まだまだ伸び盛りだからね、これ。これ、マサトさんがいた階級ですよね。70キロ。はい。うん。マサトさん、もしチンギスとやるとなったら、どう攻略したらいいんですか、これ。悩むね、これ。3日ぐらい寝れなくなるね。チンギスと試合が決まったらね。はい、やってやるかね。うん、まあ、普通にやるしかないね。ローキック蹴ってって。あとは、まあ、相手の攻撃をもらわないってことだよね。あと、変則の蹴りがあるなとか、ちゃんと頭に入れといて。あれ頭に入ってるのと入ってないのと全然違うから、あの変則の蹴りがあるのを知ってるのと知らないでやるのと全然違うの、うん、あるなと思ってる 分にはね反応できるんだけど、ちなみにマサさん、うん、さ一番最初に圧力がすごくて、うん、スーパーボーンがこう、まあ、自分の距離というか、うん、いやだからグレゴリアンもめちゃくちゃ圧強いわけよ、うん、でもグレゴリアンに対しては左のジャブと左の前蹴りでその自分の距離で戦ってたわけ、スーパーボーンは。だけどアルゾフに対しては、ま、ほとんど蹴り出てないもん、スーパーボーンの得意な蹴りが出せなかったんだよね。で試合前にアルゾフも蹴らせないって言ってたんでしょ、はい、圧がすごいと蹴りにくいのよ、蹴るとパンチ合わされちゃうかなとか、そういう恐怖心があるから蹴れっていけないんだよね、まあ、そういう意味では俺もブラックアウトやった時もその作戦だった。とにかく前に出る、ブラックアウトも当時圧が強かった、前に出られて後ろに下がらされたらバッカーのペースになるから俺もとにかく前に出るっていう練習したもんね。そういう作戦でいったもんね。前に出る力が強い選手がね、下がらされるっていうのはやっぱいつも前に出て戦ってるのが下がりながら戦うっていうことになるからね、うん、まあ、やりにくいなとは思うんじゃない。いやだって本当にグレゴリアンを完封した時は本当に左の攻撃、左の前蹴り、左のジャブ、これが出て完封したわけよ。でも全く出てないもんね、アラゾフに対しては。多分距離も遠かったからだと思うよ。ジャブも当たる距離じゃないし、前蹴りもちょっと蹴れる距離じゃないなって、遠くて。その遠い距離からパンチが伸びてくる、プラススピードもある、スイッチもしてくる。うん、アラゾフもね、まあ、2ラウンド KO だからね、圧勝だよね。アラゾフは今後誰とやれば面白いですかね。でもこのさ、70キロってさ、まあ、どんどんなんかこう、入れ替えが激しいよね。いっぱい強い選手がね、まあ、ペトロシアンまでは絶対王朝的な感じでしたよね、うんうんうん、まあでもこうやってさ2021年の10月にエンリコ・ケーブっていう選手に負けてるわけじゃない、はい、ね、またこの選手とやったらどうなるかとかさ、うんうん、日本じゃね無名だけどね、はい、どうですか K1 の選手とこれはチェンギス今戻ってきてやったとしたら、今現在のチャンピオンは和島でしょ、はい、うん、和島も強くてパワーあるけどね、ちょっともう一ランク上な感じするね。和島もいい選手だけど、うん、あのトーナメント全部 KO じゃなかったっけ。木野さんが判定ですよ。木野が判定いったんだ。木野もボコッとやられたじゃん。和島さんはまずジョムトーンですかね、うん、ジョムトーンだね。次ね、ジョムトーンも強いからね。でもジョムトーンはもう引退した選手だからね、はっきり言って。昔あのボクシングの内山君にノックアウトされてるからね。ですよね。そうだよ、ボクシングに、はい、もう10年以上前に、うん、まあでも最低でもそれはもうきっちり輪島仕留めてほしいね。でも輪島強いからジョムトーンに勝つんじゃない。
と思ってるけど、まあでも面白い勝負なんじゃない、うんうん、ね、今度ね、K-1 の3月のケースフェスタもね、結構面白いカード発表されてたね、はい、結構大きい選手多かったね、ヘビー級とかね、石井京太郎、これはどっちだろうね、まあ順当に、どうだろうね。あと、与座と朝日さんもね。与座と朝日さんね、これ楽しみだね。因縁、またなんか記者会見、朝日さんなんか、めちゃくちゃ言ってたね。ああまあでも、2人してなんか煽り合ってて、はい、うん、なんか正統派の格闘技の、こうね、はい、うん、なんか今年のケーズフェスタどんなカード出るかなと思ったけど、結構楽しみ。おお、あと金子選手とコンペット選手ですか、うんうんうん、久村選手に倒してる。金子コンペットもね発表されコンペット強いからね、結構久村選手やられてましたもんね前で。そうだね、まあでもね、こういう選手も来てたらね面白いけどね、見たいですけどね、見たいね、うん、I love Japan. Thank you very much, Japanese people. I know I have many fans, you know. I know they support me. I two times stayed in Japan. I like this country, you know. I like Tokyo. I like walking to the Tokyo. Thank you guys to support me. And inshallah, we will see in Tokyo. Arigato. 日本大好きで、日本で散歩するのが大好きなんだって。なるほど。じゃあ今度ね、日本に来た時ぜひ一緒に散歩しましょうよ。ね。散歩かよって、はい、ということでですね、今日は1月14日にですね行われた ONE チャンピオンシップのですねフェザー級キックボクシング世界タイトルマッチのですね感想動画を撮っていきました。ということでまたお会いしましょう。